ダブリン県はアイルランドのレンスター地方に位置する伝統的な32の県の一つ。最大の都市はアイルランドの首都でもあるダブリン市。ダブリン県の面積は921平方キロメートルであり、2016年の人口は134万5402人だった。1994年以前はダブリン市議会の外の県全体をカバーする行政県でもあった。 1994年にダブリン内の地方政府の再編成の一環としてダブリン市の協会が再描画された。ダブリン県議会が廃止され3つの行政市議会が設立された。1994年以前はダブリン市議会以外の県全体をカバーする行政県議会でもあった。1994年には ダブリン市の境界線が再編成され、ダブリン県議会が廃止され、新たに3つの行政市議会が設置された。ダブリン県議会は廃止され、ダンレアリー・イーラス市、フィンガル市、南ダブリン市の3つの行政県議会が新設された。地方自治体の行政区分としては使用されなくなったが、ダブリン県は伝統的な県として県民は名前を保持しており、住所でも ダブリン県という名称も引き続き使用されている。レンスター地方にあり、アイルランドの首都ダブリンにちなんで名付けられた。ダブリン県は、ノルマン人のアイルランド信仰に続いて、イングランド王のジョンによって、シャイアとして、アイルランドの最初の地域の一つだった。2016年の国勢調査によると、ダブリン県の総人口は134万5402人,人で、あり。 アイルランドの人口の約27%である。ダブリン市議会、南ダブリン市議会、ダンレアリーイーラス市議会、フィンガル市議会の4つの地方自治体がある。ダブリン県の行政区画1993年の地方政府法の制定前は、県は2つの地方自治体によって管理されていたにも、かかわらず、統一されていた。 特に2001年の地方自治法の制定以来、県の地理的領域は、県レベルの3つと、地レベルに分割されている。これらは、ユーロスタットの目的で、ナアイブ、ダブリン地域の第1レベルの地方行政単位と、同等にランク付けされる。アイルランドには34のラウ1がある。各地方自治体は、公衆衛生、計画と開発、図書館、自動車税の徴収、地方道路、 公営住宅など特定の地方公共サービスの責任を負う。ダブリン県議会は1994年に廃止され、それぞれ議席を持つ南ダブリン市、ダンレアリー・イーラス市、フィンガール市の行政区に分割された。これらの地域にダブリン地域を集合的に構成し、ダブリン地域当局の管轄下にあるダブリン市を追加することができる。この地域は1994年に 県の行政上の地位を失い、1993年の地方自治体法の第9部第1条で県は存在しなくなると述べられている。欧州議会議員選挙の目的のために県は欧州議会選挙区の一部である。国民議会への選挙では、ダブリン湾北部、ダブリン湾南部、ダブリン中央、ダブリンフィンガル、ダブリン中西部、ダブリン西部、ダブリン北西部、 ダブリン・ラスダウン、ダブリン・南中部、ダブリン・南西部、ダン・レアリーの11の選挙区に分けられている。これにより、44名の国会議員を生み出す。ダブリン地域の法的地位にもかかわらず、ダブリン県という用語はまだ一般的に使用されており、多くの組織やスポーツチームが、ダブリン県、またはダブリン地域の名を使用している。以前、ダブリン県としていた地域は、 1991年の地方自治法命令によりダブリン地域として法律で定義されている。ダブリン地域の一部、またはすべてとキルデア県、ミーズ県、ウィックロー県で構成されるダブリン都市県という用語には法的な立場はない。ダブリン地域はアイルランドのナツアイブ地域である。この地域はユーロスタット統計の目的でアイルランドの8つの地域の一つである。 ナッツコードは I061、e、であり9県と同じ広さである。ダブリン地域の首都は国の首都でもあるダブリン市と定められている。最新の全国地図作成機関のディスカバリーシリーズダブリン地域の1、5万地図、シート50は都市の境界と地域の周辺の3つの市を示している。ダブリン地域の北と南にある橋はシート43と56にそれぞれ示されている。 地元のラジオ局には、98FM、f m 1 0 4 1 0 3 2シティ f m 902、スピン1038、サンシャイン106.8、TXFM、ライフラジオ、ラジオノバがある。地元の新聞には、エコー、ノースサイドピープル、サウスサイドピープル、リフィーチャンピオンなどがある。ほとんどの地域は、 5つのイギリスの主要テレビ放送と主要なアイルランドテレビ放送に加え、スカイテレビとバージンメディアアイルランドのケーブルテレビを受信できる。キライニーヒルからのキライニーベイの眺めスリーロック、マウンテンダブリン県は強力な経済成長の時代で歩けるとの虎により、1990年代初頭から2007年の間に経済をほぼ2倍拡大した。この成長は、 金融サービスやソフトウェア製造などの高付加価値産業と小売りによるものであり、古い製造業からの転換を引き起こした。この変化により、1980年代から1990年代初頭にかけて失業率が高くなり、その結果、首都の社会構造が損なわれた。中央統計局によると、ダブリン県の国内総生産は87.238億ユーロ、 2014年の1人当たりの GDP は68,208ユーロだった。2017年初頭現在、ダブリン地域の失業率は6%と推定されている。2006年の国勢調査によると、ダブリン県の人口は1187,176人であり、国の人口の30%を占めていた。これは2002年の数値から9.5%の増加である。 また、人口密度は1218人、軽平方メートルであり、ダブリン市の人口は50万6211人だった。2006年の国勢調査における、ダブリン県の人口の年齢の中央値は35.6歳で、あり、20から64歳の62%が高齢者だった。2002年から2006年の同県への順位移動は4万8000人で、 自然に3万3000人が増加した。ダブリン県には31のゲイルスコイリアナと8つのゲイルコラッシュとに通う1万469人のアイルランド語話者が在住している。ダブリン県で人口が1000人以上の都市は以下の通り、日本語ではダブリン州とも訳す例もある。ありがとうございます。